はい、おはようございます。シャフトの武藤です。今日はロープの呼吸3の型本結びについて説明したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、おはようございます。シャフトの武藤です。この動画は舞台スタッフを志す全ての人たちへ、舞台スタッフのスキルやハウツーをアップしていくチャンネルになります。もしチャンネル登録がまだだったら下の登録ボタンを押してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、本日はロープの呼吸3の型本結びについて説明したいと思います。本結びがどういう結び方かっていうと、2本のロープをつなげて1本にするっていう結び方なんですけども、普通にぐるぐるって結んじゃうと、この結び目がぐっとこう絞られるとこう硬くなっていって、固結びになっちゃってもう二度とほどけないということに、なっちゃうことがよくあると思うんですけども、本結びの前はギューってこう絞っても、簡単にほどくことができる、そういう結び方が、本結びという結び方になります。結構短いロープが足りないとか短いロープだった時に、継ぎ足して、2本のロープにできるので、割とこの結び方を覚えておくと、とても便利だと思います。はい、それでは実際に本結びの結び方を、説明したいと思います。2本の、独立したロープがあると、思ってください。これをまず、普通に絡めます。ギュッと、これは、どちらが上に来ても、左右どちらでも構いません。これはもう何も考えずに普通にくるっと、絡めてください。で、次ですね、もう一度こうくるりと、絡めて、やるんですけども、この時に注意です。まず、正しいやり方、これが、本結びの、結び目の状態になります。こんな感じですね。はい、お互いが、お互いのこう首を締め合っている状態、これが、本結びです。なんでここがぐーっと引っ張られていっても、必ず、簡単に外すことができます。もう一度いきます。普通に絡めます。で、次もう一度絡めますと、でギュッと縛ると、この状態が、正しい状態です。よく見てもらうと分かるんですけど、例えばこの黄色い線、この白の黄色い線は、必ず同じ方向にこう出てますよね。この茶色 この上の方に出てます。で、茶色の緑色の茶色の方は、こっちの白いロープに対してこう下の方に来て、この状態が、正しいです。間違うのは、よくある間違いが、1回目は普通に、どうでもいいんですけど、2回目絡めるときですね。2回目絡めるときに、間違って、よいしょ、絡め方を間違ってしまって、ぎゅっと、こういう状態になってしまう。わかるでしょうか。さっきは同じ方向に出てましたけど、今度は、長い方、白い本線の方は上で、短い先っちょの方は下の方に来てしまってますね。こっちも同様に、下に同じ風に下に来なきゃいけないのに、緑色の先っちょは上の方に出てしまう。これは、原因っていうのはこの絡める時の方向ですね。これを必ず同じ方向に出るように絡めてあげてギュッとする。これが正しい本結びのやり方です。これ間違っちゃった状態で、よいしょ、こうグーッとやっちゃうと、どんどんここの結び目が硬くなっていって、もう二度とほどけなくなってしまいます。なので、必ず1回目はどっちでもいいけど、2回目は必ず同じ方向に出るように絡めてあげてギュッとする。これが、正しい本結びのやり方です。はい、いかがでしたでしょうか。本結び覚えておくといろんなところで使えて結構便利な結び方なので、ぜひお家で練習してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。